インジナビルはプロテアーゼ阻害剤で HIV 感染症や抗天性免疫不全症候群を治療するための抗ウイルス療法で使用される。商標名はクリーキシバンでメルク社によって生産されている。1996年3月13日、アメリカ食品医薬品局はインジナビルを8番目の抗レトロウイルス薬として認可した。インジナビルはそれまでにあった。 どの抗 HIV 薬よりも強力で、2種のヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬と合わせて使用することが HIV、エイズ治療の標準と定められ、これにより次世代の高レトロウイルス薬の設計と開発の水準が引き上げられた。インジナビルのようなプロテアーゼ阻害剤により、エイズは不審の病ではなくなり、コントロール可能な疾病へと変わった。現在では、 より服用しやすく、耐性ウイルスを生じさせにくいロピナビルや、アタザナビルダルナビルといった、新しい薬に置き換えられている。HIV-1 プロテアーゼとインジナビルの、複合体。PDB エントリーにアボインジナビルは服用後、急速に血中濃度が低下するため、HIV の耐性獲得を阻むためには、正確に8時間ごとに、服用する必要がある。また服用と同時に、 摂取できる食事内容には制約がある。1回 800mg を8時間ごと1日3回空腹時に経口投与する。投与に際しては必ず他の抗 HIV 薬と併用すること。なお、患者の肝機能により減量を考慮する。また、人血赤症の発現を防止する目的で治療中は通常の生活で摂取する水分に加え、 さらに24時間に少なくとも1.5リットルの水分を補給すること、主な副作用として以下の症状が挙げられる。他に重大な副作用としてがある。ありがとうございます。